これは何かっていうと、自媒きゅうりなんですけど、これ自媒きゅうりなんですよ。これ。でも自媒とか言うときながらの、上に伸びてるんじゃないのって思われる方もおるかもしれないんですけど、当初は自媒にして、下に敷きわらを敷いて、その上に鳴らせようかなと思ってたんだけど、たまたま図書館に行ったら、垂直栽培法で育てる野菜っていうような本があったんですよ。野菜は垂直に育てた方がよく育つみたいなことが書いてある本があって、それ成功例とかいうのがいっぱい本の中に書いてあったから、じゃあいけるんかなと思って、自媒を垂直で育てたら大丈夫なんかな。っていうか前も言ったかもしれないんだけど、自媒きゅうりなのに上の方に向かって伸びとるから、まあいけるんかなと思って、強引に縛って上に行くようにしてるんですよ。で、きゅうりなら比較的簡単だから具合いいかなと思って試してるんですけど、現状すっごいあれですよね。縛っておかないと、落ちてしまうから、落ちてしまう作りにしてる理由が、それも知らなかったんだけど、これ下の方がどんどんなくなってくるじゃないですか。そうしたら葉っぱを切り詰めて、下の方にとぐろを巻くように、どんどん下げていけばいいって書いてあったんですよ。マジで？とか思って、まあ冗談かなとも思いつつ試しにしているんですよ。で、現状なんかちょっと具合がいいのは、自媒の割には泥がついてないってやつですよね。で、だから具合がいいかなというのがわかんないんですよ。理由は、普通のキュウリは上に伸びやすいのは知ってるんだけど、自媒キュウリも上に伸びてるんだけど、どこまでの上に伸びるということを、可能とするような植物なのかがわからないということですよね。で、現状は、これぐらいにはなってきました。まあ、肥料が足りないかもしれないけど、茎がすごい長いね。うまいかどうかちょっと試しに1個食ったら、うまいかどうかはまだわからないようなひよっこだったっていうやつですよね。で、現状、これは様子を見ているという感じで、ここにもできているね、ちょっとキュウリが。これの方が具合がいいかなとは思っているんだけど、本当に具合がいいかがまだわかんないので、試しているっていう感じでした。垂直栽培法っていう本があるんで、よかったら見てみて、よさげだと思ったら本を買ってみたらいいんじゃないでしょうか。現状結果が私はわからないので、いい本だとも悪い本だとも言えないという感じなんですけど。